闇の炎に抱かれてし。はい、どうも、昨日ソフトクリーム買って自宅で食べようとしたら半分に切断されて泣いた男、カイトです。食べづらいことこの上なかったんですけど、もうどうやって食べようかなってずっと考えてた結果、一口で食べようとして失敗したよね。この時期はアイスクリームなんですが、昔から僕が一番好きなアイスは、アイスボックスなんですよね。森永今回 LINE の誤送信にツッコミしてみた第2弾です。第1弾は概要欄から見ていただきたいのと、夏休みボーナス期間でサブチャンネルの方の動画投稿も頑張ってるので、ぜひ見てやってください。それじゃ、どうぞ。住職送って。おう。住所。いや、まずどこで死んできたんだよこの画像。お前盗撮かなんかしたんか。そんな坊さんめちゃくちゃ笑顔。なんかいいことあった？もうゴジっていうのお坊さんでツッコミどころ満載だわ。なあなあ、エロいプシエ。え、今通話できない。じゃあチャットでいいよ。あ、いいで。うん、恥ずかしいよ。もっとやれって。ところで、今まで嘘ついてたけどお母さんです。名前同じなのに気づかなかったの？後でリビングに来なさい。もう明日からめちゃくちゃ気まずい。リビングで絶対説教長時間コースじゃん。なかなかのお母さん演技派のやり手だな。ブロック中。ブロックしてももう遅いやつ。エヴァ録画してないの？今どうなってる？でん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 。うわぁ。ドゴーン。ババババババ。ヘリの音。ズンズン。ドダダダダ。ってなってます。あ、はい、今爆発しました。うん。会話の温度差。母親がワールドカップぐらい盛り上がってるのに対しての、息子の彼女の鼻毛がボー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 ダクトくらいの冷めた態度。肩甲骨ひび。え？デッドボール？うん。一人でトヨタに帰らされます。あらら、残念。今電話できる？無理。電話できるようになったらデッドボールください。お父さんにでもいいし、全治何週間？息子へのデッドボールいじりやめろ。逆にお母さんにもデッドボールのダメージを分け与えるスタイルね。斬新すぎてビビったわ。相談あるんだけど、私かなり厚化粧で彼氏にすっぴん見せたらブサって言われて振られたの。男の子って化粧ダメなの？平気だよ。待って、すまん。平気だよって言おうとした。確かにあれはテポドンくらいの厄介な平気。もうおじさん、最近の女の子の写真漏れすぎて、何が真実で何が偽りなのか分かんないよ。メグだよ。知り合いカモにいたので追加しちゃった。いや、名前は前だろ。そこのキャラ設定くらいちゃんとしろよ。ごめん、別れよう。は？マジで言ってる？エイプリルフールだからでしょ。じゃあ LINE とかをもう消して。俺も消すわ。わかった。は？ガチなの？そうだよ。なんで？パー。ごめん、ミスった。このタイミングでパーはダメなやつ。ガチ感が一気に吹っ飛んだわ。家の鍵下のポテトに入れたよ。封筒入れて下のポテトに入れたから油でギトギトになるわ。その報告受けて触りたくない気持ちしか起こらない。で、お引き取りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。こんにちは、ご連絡いただきありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。早速ですが、発送日に関しまして、いつ頃ですとゴリラがよろしいでしょうか。うん、誰かドンキーコング1頭持ってきて。なんでゴリラがよろしいでしょうかって。ゴリラは嫌だわ。米イルカ、いる。米イルカ、いる。今日米イルカ、異変。米イルカ。ダイイングメッセージか。多分このお母さんこれは好き。なんか先に鼻毛出てもた。ごめんな。日本だけや、気にすんな。ありがとう。いや、もう意味がわからない。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。